セラフィー、改めてなんだけど、タマのこと教えてくれる？え、タマ？ああ、タマモ姫のタマですね。結構、いや、もうちょっと昔すぎて把握できないほど遥か前なんですが、とあるとんでもない連中と同じように因縁を持った仲ですね。円環の騎士だよね。タマから聞いたよ。なぬ、その名前を聞いたのなら本当に私の知ってるタマっぽいですが、一体全体どうなってるんですか？あのね、マジで俺何も覚えてないけど、タマがそんなことを。にわかには信じられないんですが、命を使って過去を、それはまるで時の番人たちみたいですね。時の番人？無限世界の住人で、大きな時計を管理して人の命を使い歴史に介入するなんて、まあ言うなれば都市伝説の話なんですが。大きな時計で歴史に？あの女の子の部屋みたいだな。そうだよ。え？じゃあ、あの子がその時の番人？そうなの？さあ、ハハハ、かかってきなさい。どっからでもどうぞ。実力通り。ふわー、ここはこんなことになってたんですね。って、もしかして私は都市伝説を目の当たりに。お茶のゲスト？予定なかったと思うけど。その件、命の受領をしたかもだけど、でもそれは関係ない。え、時を渡るために使った命は返せない。残念。そんな。なんか裏技とかないの？裏の技？ねえ、過去に戻って使う魂が残るように同じユルグ族の九尾に協力させるとかは？時を渡るのにタマは複数の命を使ってるでしょ。多分あの子の命の総数9つだと思うんだけど、その9つのうちのいくつかを過去で同じユルグ族の九尾あたりの魂と交換して命を残したらどうかなって。命が9つも必要な時渡りをしたの？でも確かにそれなら同等の魂を持つ子がもう一人いれば全部を使わなくても大丈夫かも。本当ですか？セラフィーすげー、何その裏技。おえ、何がですか？なら九尾を連れてくれば協力するね。でもキュービなんてミラージュまだ見たことないけど、どこにいるんだ？ちょっとゴシップギャザーでキツネとかタマっぽいミラージュの噂を拾ってみますね。おお、なんかそれっぽいの引っかかりました。それっぽいのって？サロニアの表現で巨大な黒ギツネに殺された女性がいるらしいという噂です。あそこならシェルロットが何か知ってるかも。行ってみよう。
ろか。どうした？よりによって黒狐の話か。よりによって？その殺された女性は私の叔母です。え？あ、それってじゃあもしかして、もしかして、うん、あの叔父、サロニアの領主は殺された叔母の夫です。ちょっと本当に因縁めいてて怖いんだけど。それでどうして黒狐を探してるの？黒狐の協力？きっと無理だと思う。だよね、そんなミラージュじゃ。どっちにしてもそいつのガーデンジェムを手に入れてみようぜ。なら私が案内する。あいつが出る場所なら知ってるから。レフィア、大丈夫か？うん、平気です。レーンとラーンもいるしね。ちょっとちょっと、セラフィーちゃんもいますよ。そうだね、セラフィーもいるし。ふんふん、当然ですね。そうか、なら気をつけていくんじゃぞ。うん、まあ猫になって追いかけてこなくても大丈夫だからな。わかったわかった、行ってこい。それでその黒狐はどこにいるんだ？氷柱の崖にいるわ。あそこは港町に抜けるルートとは別にもう一本道があるの。じゃあ私先に行ってるから、入り口で会いましょう。マジ？これは分かんねえな。当時はここで。うわあ！あ！なんだ？あっちから聞こえる。行ってみよう。なぜだ？なぜ私はこのミラージュが苦労しいほど憎いのだ？あなたが高おじなら、あのミラージュが憎くて当然だわ。ん？お前はレフィア？それと…え、いや…強き因縁を感じるぞ。私はすごく会いたくなかったわ。しかしレフィア、なぜ私はあれが憎いのだ？その前に教えて、あなたは一体何者なの？我は…バハムート軍の騎士だ。しかしこの体は貴様がタカと呼ぶものでもある。体乗っ取ったってこと？じゃあおじさんは？とっくに死んでおる。それがバハムート軍のやり方なの？いいな、
この世界のルールだ。人の身が最も扉が開きやすい。終わりだ。質問に答えろ。なぜ私はあのミラージュが憎いのだ。その体の持ち主の奥さんがあのミラージュに殺されてるからだ。あなたがあのミラージュを憎いと思うのなら、タカさんの記憶、うん、魂が残ってるってことだと思う。バカな。残っているはずはない。しかし私は確かにあれが憎い。なるほど。これこそが因。そしてお前たちがここに現れし絵にし。面白い。これを果たした先には何があるのだ。うわぁ、うちらが手に入れる前にあいつに黒狐を殺されちゃったらヤバくないですか。げっ、追いかけようぜ姉ちゃん。うん。マジで行くぜ。いいバトルだったな。頑張ったかな。よし、先に見つけたぜ。セラフィ、こいつだな。姿形はタマの爪姿にそっくりですね。よし、ガーデンジェムにすんぞ。私は命をいくつも持ってるはずなので、最初は無理にガーデンジェム化を狙わないで倒しちゃえばいいと思いますよ。じゃあどうか。よくしやがれ。どこぞの死神みたいですね。なんだ、先ほどまでの感情が変わっていく。高おじさんならそうだと思うわ。小さな命も大事にしてたおじさんは、おばさんの敵を討とうなんてしなかった。どんなに恨んでいたって復讐なんて虚しさしか残らない、そう言ってたもの。虚しさ、これが人の心の。気をつけて。タマと同じならこいつは命が9つはあるはず。あと何個あるんだよ。それで何度倒した。
死ななかったというわけか。ならば、うわ、なんだ今の。ラン、この光ってるのは黒狐の魂っぽいですよ。お、マジか。もうこの体も私の魂も限界だ。黒狐の魂は残り2つだった。あなたずっと戦ってたのね。調子に乗って戦い続け、このざまだ。もう私はこの世界から去るだろう。この体はせめてこの男の妻の横に埋めてやれ。わかりました。おじさん、もう行ったの？ああ、サロニアできちっと葬儀をするらしい。そっか。ま、心の強い子じゃ大丈夫だろうて。さて、そろそろ私も手伝いに行くとするか。猫の格好でか？移動はな、それの方が楽なんだろ。そうじゃよ。じゃあうちらはウッズヒルに戻って、あの少女にキュービの魂を渡してみましょう。そうだね。あれ、キュービじゃなくて直接魂持ってきたの？え、もしかしてこれじゃダメです？ちょっと珍しいけど、でもちょうどいいかも。どういうこと？二つあるから、一つで時を紡いで、もう一つを使ってタマちゃんの命を一つ残してみましょう。おお、よくわかんないけどよろしく。じゃあなるべく変化がないようにやっとくから、もう戻っても大丈夫。え、そうなんですか？儀式もだけど説明とか面倒。これから時が変わるから、どうせ覚えてないし。おい姉ちゃん、何ぼーっとしてんの？ん？ランがアホなことばっかやってるから固まってるのですよ。かわいそうなレーンなのです。いや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 、生まれてこの方アホなことなんかしたことないし。そういうところがすでにアホ。怖い。レーン、どうしたのです？え？あれ？いや、なんかタマがすごく懐かしく感じて。なんでだろう。はてはて、玉の代わりなんて疲れましたです。お疲れ様。時は来た！な、何事？え？ああ、いえ、そんな気がしただけです。二人とも とっても頑張ったので、あいつらとの決戦も近いかな、なんて。そうだね。そろそろアウィン姉さんや召喚師のみんなに声をかけてみようか。いよいよか。おっしゃー、気合入ってきたぜ。ではでは、作戦開始しますか。
え、ああ、では世界救出作戦開始。あ、ツインエスや召喚士たちへの連絡は任せてくださいな。よっしゃ、始めようぜ姉ちゃん。うん。オルテマゲートか。何をするつもりだ。おい。うん？うん？何のつもりだ。はっ、おっ、もらった。セイバーどもか。どうやってここまで来たかわからぬが、一体何のつもりだ。オルテマゲートへ向かい、セイバーどもが何かをしているようだ。今さら何をするつもりだというのか。止められませんでしたね。私たちの目的はクリエイターの魂の解放よ。アルテマゲートはあの二人に任せましょう。はい。まだまだ時間かかりそうだな。全部のマシンを一度に逆召喚するんだから仕方ないと思う。まあな。なんだそれは。まさか。やめろ父さん。貴様、この体の主を思い出したのか。邪魔をするな。ごめん父さん、いつもいつも言うこと聞かないで反発ばっかするバカの息子で。でもバカだから、バカだから最後まで父さんの邪魔をする。ごめんなさい母さん。私ね、母さんみたいになりたかったんだ。ミラージュから世界中の人を守って、みんなから感謝されて。でもいつも忙しくて大変そうだったでしょ。だから私、ラーンとミラージュを集めたの。私が少しでも母さんの代わりをしようって。でもそのせいで母さんの力は弱まって、世界の均衡も崩れていって。でもそれでも私が強くなれば、母さんみたいになれば、母さんはきっとゆっくりできて幸せになるんだって思って。バカだったよね。でもね、私まだまだバカみたい。バカのまんまだから母さんと戦う。
さん！よくやったな。父さん。父さん。俺。俺。ごめん。俺。最後まで。結局。父さんは俺が謝るのは私の方だ。すまないな、ラン。え？私はお前たちを守れなかった。あの時に何もできずに死んでしまった。これはこの体に残っていた魂の残滓だから、何も気にすることはない。気にするに決まってるだろう。ラン、そっか。なんだよ父さん、ちょっと嬉しいぞ。何が？いつの間にかそうやって人のために泣いて戦っていろんなものに立ち向かえるようになってたんだな。その心忘れるなよ。
めんなさい。私悲しい顔をしてると幸せがどんどん逃げちゃうよ。だから笑って。凝り染めの状態とはいえ、あの二人を退けたか。すまない、止めきれなかった。私たちが止める。ああ、変身に気をつけろ。
違う。まだ我は長い時の中初めて A 世界に実を持つことができた。それはこの世界に我のルールを持ち込むことができるということだ。ゆえに我は無限の命と無限の力を持ち必勝の存在となれるのだ。A 世界を守るセイバーですら無意味。さあどうする。どう限界は超える。我が世界のルールどう覆すのだ。
逆召喚は？もうすぐ、あと少しなの。これで終わりか？中に降りよう。そうやって幾重にも重ねることをイメージしろ。父さん、レーンはラーンの力が外に溢れすぎないように抑えてね。母さん、大丈夫。あなたたちの手は必ず幸せを作れるから。行くぞ、姉さん。you
貴様らうせえ。レン、ラン、それ、この世界で役に立ててくれ。他のガーデンジェムはセラフィーからもらってね。どういうこと。混沌をもたらす兄弟はもうこの世界から消えないと。違う、それは。気にするなよ、アビン姉さん。俺らが消えればこのゲートもなくなって、もうこんな連中がこの世界にちょっかい出すこともなくなる。でも、あなたたちは。ああ、悲しい顔禁止。幸せが逃げちまうからな。タマ、アウィン姉さんとそっちの世界をよろしくね。ここまでいろいろありがとう。よいしょっと。アウィン姉さん、みんな、いろいろ迷惑かけてごめんね。さよなら。みんな元気でな。また会おうぜ。いろんなものを巻き込んで、最後は全部吹き飛ばしていきましたね。ほんと、台風みたいな二人だったわ。俺もあの二人に負けないように、もっともっと元気にいくさ。あなた、それ以上元気になってどうすんのよ。ま、何にしてもあの二人は大丈夫そうよね。ええ、二人一緒だから心配の必要はなさそうです。さて、俺たちにはこの世界の後始末が残っているな。やることは山積みだ。また会おう。二人ともお疲れ様。ありがとう。
作り出す。遅れてすまなかった。打ち切れますわよ。はてなはてな、なのです。ちゃんと考えさせればわかると思うんだけど。お前なんかどーりゃーしてやれ。話を聞け。なのです。あの二人の代わりに私やってみます。それでどうする、どうする。いいタイミングだったな。よかったって。お前らいい加減本題に入れ。お疲れ様。パパパパパ、ありがとう。愛しさも切なさも全部抱きしめて、心強く生きてゆこう。今動き出す時間の中で
ワールド・オブ・ファイナル・ファンタジー。